特蘭中学は、香港、九龍にある、カトリック教会の女子中学校。カトリック、香港教区の直営である。学校は、香港のセントテレサ教会と同じ地区、九龍城区にあるため、学校の守護聖人は、リジューのテレーズである。学校の間接的な前身は、プレシャスブラッドシスターズ・オブ・プレシャスブラッドによって管理された、プレシャスブラッド・ゴールデン・ジュビリー中学校である。 1977年、学校資金の不正使用と汚職の疑いを一部の教師がアイクックに告発し、生徒にも通知した。その後、教区の乗っ取りと抑圧、一連の学生の講義と座り込みを経て、1978年5月14日に学校が閉鎖された。特覧中学が以前の場所に開設され、講義者たちは無宗派のナニアック中等学校を設立した。 2003年の香港での重症急性呼吸器、症候群の流行の間、学生は感染が疑われたため、学校は影響を受けた教師と学生に心理カウンセリングを提供する目的で教育心理学者を手配した。2011年、テレサタムが校長に就任した。2017年度は創立40周年を記念して、主たる 学校守護成人の祭典を開催し、同校に、深度計画室を設置した。校舎の外観とクラン中学は、九流にあり、香港公開大学、高級マンションに隣接している。学校は四つの建物で構成されている。南西側は教育用の建物である。学校のオフィス、教師のオフィス、図書室、各フロアに六つの教室がある。各教室には、 プロジェクターと電子ホワイトボードが設置されている。南東側の建物は、クリエイティブメディアラボ、メーカースペース、テクノロジーリビングルーム、および4つの研究所を含む特別室を持つ。北東側は新しい棟で、学生用の活動室、屋内ローイングホール、コンピューター室と1機のエレベーターからなり、従来からある2棟に接続されている。北西側は、 独立した建物で講義室を伴ったオーディトリアムである。オーディオトリウムの隣にファームハウスがある。四つの建物が二つのバスケットボールコートのある校庭を囲む形で建てられている。キャンパス内に聖テレサ像が建立されている。学校は無線ネットワークを付設した。クリエイティブメディアラボはアップルの iMac により構築されている。 メーカースペースが設置され、学生が科学的な調査活動を行えるようになった。特覧中学は伝統的な女子校である。進学を希望する過程は誠実と温和が構成であると考えている。学校はプレイズチェックを利用して生徒の成績向上を図っている。学生は次の基準のいずれかを満たしている場合にプレイズチェックを与えられる。 前回のテストと比較して5つ以上のマークを取得テストの上位3人に入る批判的思考を身につける責任を負うカリスマを持つ行動の改善が見られる身なりをきちんとする見つけた遺失物を正直に返す自発的に支援する義を持って行動するサービスに積極的に参加している活動に積極的に参加している学校では毎年秋に香港島のワンチャイ運動場で 運動会を開催している。スポーツ競技では、生徒は iPad を使用して、競技の測定と記録を行う。学生は、美術、陸上競技、バスケットボール、ダンス、飛び込み競技、フラワーアレンジメントで賞を受賞している。学校のダンスグループ、合唱団、オーケストラは、様々な機関から招待され、郊外や海外で実演するようになった。学校は、 毎年海外留学を実施している。学生はイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、チェコ、シンガポール、台湾、中国本土などに旅行したリーダーシップトレーニングとビジネス実践プログラムがある。学生は科学的探究の精神を養うステム科目の受講を推奨されている。有用なステム教育を履行することでカリキュラムの調整。 教育局からのリソースの使用、プログラミング活動が可能になり、学生は STEM の基本的な知識を学び、それらの科目に興味を抱くことが可能になる。学生はカリキュラム全体の知識を STEM の調査、マップ分析や気候変動の議論などに活用する。芸術活動を好む学生に対応して、ベースのカリキュラムにビジュアルアーツが統合され、STEM が ス t e ームに拡張された。さらに、読書や宗教の要素も加味して、女子に適したストリームコースが開発された。これにより学生はレポートを読んで分析する能力を学べるようになった。ストリーム教育を実施したことで、教育局によってパイロット校として選ばれ、後に共有できるようビデオ録画が実施された。アプリケーションソフトウェアなどの学生による作品は、 マイクロソフトや香港理工大学や香港大学、香港天文台、教育局電気機械サービス部門、香港サイエンステクノロジーパーク、ビッグデータスタジオ、および香港警察などが主催するコンテストで受賞した。数学、初等科学、物理学、科学、生物学、ビジネスなどは英語で教えられ、スポーツ、音楽、視覚芸術、 宗教教育は中国語で教えられる。学校の中国語と英語の科目には学生の論理的思考、創造性、口頭発表のスキルを訓練するドラマセッションが含まれる。学生は演劇、英史及び討論会で賞を獲得した。学校にはフランス語、スペイン語、日本語、朝鮮語を教えるコースもある。一部の学生は 教育局と香港才能教育アカデミーが主催するギフテッドコースに出席するよう指名された。一部の F6 の学生は内務局の奨学金を取得した。これは4年間の大学の学費に相当する。学問の面では学校は夏のブリッジングコースを開催して準備研究と自立学習の学生の習慣を確立する。教員の教育スキルは 教育局が開催した外部学校レビューにおいて、エドブセミナーでの香港の教員専門研修の記録とともに示された。専門分野には、英語、数学、科学、キャリアプランニング、学校の精神、生徒のサポート、学校ベースの教科書デザイン、カリキュラム計画などがある。学校で奉仕し、反転授業を実施する香港フリップ教育者協会の教師もいる。 教員団は、また、様々な科目に関するコンテストを開催し、旧流城区と油潜砂管区の小学校を招待した。特蘭中学では、会1から会6までの学年に4つのクラスがあり、そのいくつかは小さなグループに分かれている。すべてのクラスは、儒教、または、キリスト教の美徳にちなんで命名された。愛、孝、平、正しである。 2015年以前は、各学年に6つのクラスがあり、新、霊も使用されていた。近年、特乱中学の4つのファームハウスは、カトリックの聖人にちなんで名付けられた。2016年以降、家はある聖アグネスハウス、聖セシリアハウス、聖カタリナハウスと、聖ファウスティナハウスである。ありがとうございます。